皆さんこんこにちはドリーーームジャーニーです私は永住の地を求めて現在は南米を調査中です今回私が考える街はボリビアポトシボリビアの南部に位置するポトシ世界で最も標高の高い都市の一つとなりますポトシはポトシ県の県都となり人口は19万人日本では東京都三鷹市 兵庫県伊丹市と同規模ですボリビアで8番目に人口の多い都市となります物価今年の物価はコチャバンバと同じくらい豪華です今年の中心部にはスーペルスールスノーアルスーパーマーケットといったスーパーマーケットがありますタリハのように 生鮮食品がないということはありませんがまだまだ普段の買い物はウユニ市場や中心部で購入することになります不動産価格ポトシで利便性が良い場所は中心広場やウユニ市場の周りでしょうですがポトシは坂道が多いため車が必須ですしかし細い道も多く運転マナーも良くないので 候補地の選定は難航しますインターネットだとあまり出てきませんがセントラル市場のすぐそば192平米のアパートが7万8000アメリカドル約1100万円そこまで高額ではありませんがこの街では適当な値段設定だと感じます交通について今年での移動はミクロバスやタクシーとなりますミクロバスの価格は1回1点ボボリュビアー 約36円空港は中心広場から約 7.5km 車で20分程度の距離バスターミナルは同じく広場から約 5km 車で20分程度ただし時間帯によっては車が全く動きませんウーバーは利用できずインドライブというアプリが利用可能ですまとめ今回はボリビア ポトシは大型商業施設がなく、日本から見ると発展途上の町ですが、これからというよりも現状維持といった印象の町です。親切な方や日本人びいきの方も多いです。ただし、中心地に集中しすぎていること、車の排気ガスがひどいこと、標高が高い上に坂道が多いのは、普段の生活においてはマイナス要素です。日本のようにに快適には暮らせませまんが 基本的な生活に困ることはないでしょう私のおすすめ度は星2つそんなところです